数日前、東南アジアのとある刑務所で殺人事件が起きた。殺されたのは4人の第一級死刑囚。死体はいずれも顔が焼かれ、壁には血で×印が書かれてあった。知り合いに死体の売買を生業としている情報筋がいるんだが、最近日本で奇妙な死体が発見されたらしい。一人は全身に穴が開いており、一人は全身の肉がそがれ、一人はバラバラに解体され、一人は小さくボール状に丸められていたのだ。これらは死んだはずの死刑囚4人の殺しの手口と酷似している。おそらく死刑囚は死を偽装した後脱獄し、現在日本に潜んでいる。坂本と殺し屋たちを狙い、謎の殺人鬼スラーが放った4人の凶悪な死刑囚。坂本商店の一員であるシンとルーは死刑囚の一人ソウに襲撃されるが、これを撃退。一方、日本最大の殺し屋組織殺連、その直属の特務部隊オーダーも独自に死刑囚の殲滅に動き出す。伝説の殺し屋坂本太郎率いる坂本商店と凶悪な死刑囚、そして最強の殺し屋集団オーダー、互いの思惑が交錯する中、壮絶な死闘が今始まる。これ好き。なんてお願いしよう。死刑囚さん殺せますように。不思議だよな。なんで人間って祈るとき目つむるんだ。すごい。もう会えた。神様ありがとう。ああ、よりによってリストの中で一番のブスじゃねえか。日本での神様へのお礼の仕方知ってる？はあ。二礼。二拍手。一礼。あ、その前にお賽銭だった。決めた。てめえは私がもっと可愛くしてやるよ。あなたには死んでもらう。オーダーの名のもとにアリモグラ。野蛮な連中がよ。私はただ恋してただけなのによ。人のこと捕まえて死刑だなんてひでえ話だと思わねえか。てめえも同じ人殺したろがよ。どうして私のこと裁けるんだ。裁くだなんてそんな。家に虫が入ったら殺すでしょ。ただそれだけ。殺連は私のうち、オーダーはハエたたき、あのピリッとするやつ。あ、これが武器か。やけに重てえカバンだな、おい。どうした。さっきみたいに殴ってこいよ。武器がねえと近づけねえか。手に2本、体に6本。へえ、そうやって収納されてるんだ。孫の手みたい。変なの、骨の中に隠してるのかな。どうしよう。あんまり近づきたくないな。今日絆創膏持ってないから。神様にお祈りでもすっか。やり方はさっき教えてくれたよな。邪魔。えい。うわっ。クソが。やり方違うよ。外国人だから。その頭切るとか、なんつうバチ当たりなやつ。バチ当たり。バチなんて当たらないよ。だって神様は優しいもん。ずっと不思議だったの。ああ。
もし私が神様だったら、私やあなたみたいな人は絶対作らないのに。もっと怖がれよ、ブス。優しすぎるよね。だから、私たちが代わりに秩序を保つ。汚い殺人鬼に祈りはいらないの。私の愛はいつだって一方通行だった。独占欲は罪なの？好きです。付き合ってください。いいよ、私も好き。好きな人に自分のことだけで心をいっぱいにしてほしい。愛してるよ、ダンプ。うちら親友だよね。超好き。好き。それには恐怖が最適だ。誰でも怯えている間は嘘を偽りなく私のことだけを思ってくれる。あれ？でもなんでこんなに虚しいの？死んじゃったらもう何も考えてはくれない。失恋は辛い。次の恋人を探さなきゃ。どうして私だけ？ただ人を好きになっただけなのに、みんなと同じように。みんなと同じ？ただ愛されたいだけなのに。私たち人殺しだよ。でもあなたみたいな人がいるから、私今日も生きる意味がある。ありがとう、大好き。あ、綺麗。シンくんは大丈夫そう？そう、よかった。こっちは大丈夫よ。まだお客さん来てないから。うん、一人で平気。あなたも気をつけ。あ、ごめん、お客さん来たから切るね。いらっしゃいませ。ん？何かお探しですか？坂本太郎はどこだ？主人は今整体に行ってていないんですけど。かくまったりするな。俺は嘘つかれるのが嫌いなんだ。あの、私も嘘嫌いなんで。現状が理解できていないようだな。中のお金は？ハロー、状況は飲み込めたか？坂本太郎はどこだ？隠すならお前も丸める、おとなしく。なんだお前。もうこんなに散らかして。なんてね。あれ、死んでないと思ったらおもちゃナイフ入れっぱだった。こいつ、リストに載ってた S ランクの男、殺す。嘘つきは嫌いなんでな。無理でしょう。僕ね、今バイト中なんだ。ナグモ、ちょっと店番変わってくれ。葵たちが心配。やだ。お前昔俺に貸しがあるだろ。人使いやないな。もう時給分はもらうからね。いいよ。まあ友達の頼みなら仕方ないよね。432人殺しても俺の退屈は終わらなかった。お前なら俺を満足させてくれるのか？殺した人数数えてるの？意外とマメなんだね。よっと、あんま壊さないでね。後で坂本くんに怒られるから。お前何を？携帯借りてるよ。
スラーの連絡先とかないよね。てか友達少な。俺のスマホいつの間に。好きだらけだったからさ、つい検索履歴見ちゃおふざけやがって。返せ。あ、のあ、プライバシーとか気にする人。チョコマカト。よっ。待てよ。にぎやかに。やつはどこだ。消えた。逃げたか。いや、やつのバッグはある。隠れているな。どこだ。どこに逃げる。俺と戦わないつもりか。出てこい腰抜けが。僕でした。こいつ、なんて力だ。ガム、車のキー、ヨシ牛のレシート、あとは殺しのリスト。やっぱ大した情報持ってないよね。ゴミばっか。もういいや。さて、僕優しいからさ、特別に死に方選ばせてあげるよ。なんだ、武器か。どれで行きたい。これね、6つの機能があって、1本あるとめちゃくちゃ便利なんだ。毎回同じやり方じゃ飽きちゃうしね。ほら、1から6で好きな数字選びなよ。てめえ人を舐めすぎだ。丸め込むのはいつだって俺の方だ。あれ、選ばないの。じゃあこいつに決めてもらおっか。どこだ。な、ん、何？3番か。君ついてないね。これは宴会用の缶切りだよ。って聞いちゃいないか。ちょっと散らかしすぎたかな。ああ、坂本くんに殺される。おう、太郎。なかなか見つかんねえな、死刑囚。あ？いいってことよ。俺もダチやられちゃ黙ってらんないからよ。また見つかったら連絡するぜ。こんな変な奴ら、すぐ見つかりそうだけどな。しかしこれがピースケの眺めか。お前いつもすげえとこ飛んでんだな、ピースケ。お？おし、これでスーパーピースケモードだぜ。どこにいやがんだ、死刑囚。見ろよピースケ、すげえなこれ。透明の床だぜ。怖えな。わかってるって、遊んでるわけじゃねえよ。俺のばあちゃんがよく言ってたんだ。探しても見つかんねえときは東大元暮らしって。ん？もっともっと多くの人と分かり合わなきゃ。みんなのこと知りたい。ねえ、何考えてるの？え？君は今何考えてるの？え、怖っ、何？中身、見せて。見つけたぜ、ピースケ！やっぱばあちゃんの言うことは、外れねえな！え？何？いえ、あいつ止めやがった！タロみてえだな。てか、ガラスっていくらすんだ！うわあ、怖え！くそ、こうなったら。僕は糸が好きなんだ。だってよく人と人とのつながりを例えるのに使うでしょ。あ、やべえ。不思議だね。なんとなく君は綺麗な中身をしていそうだ。ギリギリセーフだぜ。
案外近くにいたからよ。すまん平助、待たせた。いやー助かったぜ。太郎だったら気づくと思ってたぜ。俺の合図をよ。痛いなぁ。ん？いきなりぶたれたの、いつぶりだろう。こんなに強いパンチを打てるなんて。君なら僕のこと分かってくれるのかな。こいつは俺がやる。なんだか今日は体が軽い。死刑囚との戦闘中、坂本の身に起こる異変、戦いの行方はいかに、そしてスラーの真の狙いが明らかになると、殺し屋たちに激震が走る。坂本デイズコミックス最新6巻好評発売中。